ALT のマイク先生です。 Hello マイク。 This is my class。 マイク、What do you like to do in your free time? Mike, where are you from? Mike, what time is it now?見ての通りだ。マイクは、まあ、アメリカから来てるんだが、あまりにも幸せに生まれ育ってしまったため、言える英語が I love you しかない。本当に幸せな人生を送ってきたことで I love you しか知らない。だから ALT としては役に立たないんだけど、とはいえすんごい幸せな人だし、全く悪い人じゃないし、なんか多分アメリカで一番いいやつだから、大事にしてやってくれ。マイク、What time is it now? I love you. I love you. 今何時好きだよ。もうどうでもいいんだよ。マイクはすごいでしょ。マイク、Do you love me? Oh yeah. ここだけ会話できる。これだけ会話できる。マイク、マイク、How old are you?もう関係ないね、年齢なんか。年齢なんかじゃない、人が好きかどうか。マイクからはいろんなことが学べる。英語だけは学べない。英語だけは学べないけど、人にとって大事なこといっぱい学べる。な、わかるか？マイク、Where are you from? そう、出身なんかじゃない。どっから来た誰とかじゃない。な、隣人を愛せって言ってる、マイクは。わかるか？マイクが言ってる You ってみんなのことだ。単一の個人じゃなくて You って用法2つあるだろ。教えてくれ。あなたとあなたたちで、マイクはあなたたちの方だ。マイクの I love you は I love the world と一緒。 I love the universe と一緒。もう全部を含めて愛してるっていう、一番幸せなアメリカ人だから。マイク、いろんなこと学んでほしい。いろんなこと聞いてほしい。マイクが全部知ってる。別にこれ日本語で聞いてもいいよ。日本語で聞いてもどうせ帰ってくるの同じだから。な？マイク、どうやったら人ってもっと豊かに生きられると思う？ I love you。 そうなんだ。愛、結局全ては愛ってこと。愛なんだよ。いいか、マイクは何でも知ってる。すごい深い。マイク、愛の対義語って何だと思う？ I love you。 また別の愛。愛の対義語はまた別の愛。深いこと言ってるぞ。汲み取れ。どうにでも汲み取れ。どうにでも汲み取れるからな、マイクが言うことは。どうせ I love you しか言わないから。一番アメリカで幸せな人間、一番幸せなアメリカ人だから。マイクすごいね。ところでさ、じゃあ聞いてみようかな。マイクは愛って何だと思う？根本だよこれ。 I love you。 マイク言っても分かるか？愛は実践だって言ってるの。概念じゃない、実践。行為からのみ始まるってマイクは伝えてくれてるんだよ。 I love you は行いから生まれるんだよ。すごい深いこと言ってるな、マイク。教えてくれよな、マイク。じゃあ人間は愛を見つけられないときどうしたらいい？自分のことが不安になったり、他人のことを信じられなくなったり、そのとき人はどうしたらいいんだ？ I love you。 マイクだけは見てくれてる。どんなときでも、どんなときでもマイクだけは見てくれてる。マイク、神か。マイクって神なのかもしれない。愛されすぎて、愛しすぎて、ほぼ神なのかもしれない。マイク、I got I love you。 神じゃん、じゃあ、じゃあ神じゃん。見たのか？見たなら見てけよ。